ゼッケン8番片桐浅見選手、北昇高校スタート。ここで仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー6長谷川恵美選手、56タイムをお伝えいたします。ビブナンバー13小川さやか選手、合計タイム1分58秒30。ゼッケン8番片桐浅見、東海大学所属スタート。ビブナンバー43吉田好美選手、ゼッケン43番吉田好美。さあ天候曇り、マイナス12度の気温と、ビブナンバー43番高橋梨沙選手、吉田好美。合計タイム1分59秒97。さあ好調にいるのはビブナンバー43番吉田好美選手、東海大学所属。さあここからは上位紹介しましょう。早稲田大学所属ビブナンバー13小川さやかオンコース。ビブナンバー13小川さやか選手、早稲田大学スタート。ここで仮タイムをお知らせいたします。ビブナンバー12源田佳代選手、仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー43吉田好美選手、合計タイム1分58秒35。さあそしてコース上にはビブナンバー13番小川大佳、早稲田大学がオーコース。予選タイム14位の選手小川大佳、51秒45でやってきております。ビブナンバー33新井真紀子選手、ゼッケン33番新井真紀子。さあラストビブナンバー32奈良きらりがここでフィニッシュ。タイムは1分02秒6167。新井真紀子、仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー34若杉新選手は途中棄権です。ビブナンバー11大堀めめ選手、1分59秒8。ビブナンバー21渡辺歩美オコース。世間21番渡辺歩美、渡辺歩美選手、福井県第一協会スタート。ここでビブナンバー20山本春菜が58秒86でフィニッシュ。ビブナンバー一件21番仮タイムをお伝えします。渡辺歩美、ビブナンバー14中澤真央選手、合計タイム1分59秒07。さあ好調にはビブナンバー21渡辺歩美がオンコース。さあ1本目12秒27のタイムで野生中の俊英高等学校、ビブナンバー17トミーユキナがオンコース。ゼッケン17番トミーユキナ、トミーユキナ選手、長野俊英高等学校スタート。さあビブゼッケン17番トミーユキナ、ビブナンバー21渡辺歩美選手、合計タイム1分58秒21。さあコース上にはビブナンバー17富井由紀奈、長野市で高等学校が、さあビブナンバー17富井由紀奈、ゼッケン41牧野玲奈。1分59秒81。ビブナンバー61佐藤遥香選手、合計タイム1分59秒81。
ステークプレーター、ビルナンバー23、高橋リーダー、青山学院大学オンコース、川端楓がスタート。ステッケン16番、川端楓。ビルナンバー16、川端楓選手、東海大学スタート。ここでビルナンバー15番、スローターの羽賀、1分0秒48でフィニッシュ。鉄拳16番、楓。さあ、コース上にはビブナンバー16、川田楓、東海大学。予選が8位の選手ですね。さあ、予選タイム58秒、58秒22のタイムでやってきました川田楓。さあ、行け行け。鉄拳12番、伝田佳代。伝田佳代がオンコース。ビブナンバー12、伝田選手、早稲田大学スタート。ここで仮タイムをお知らせいたします。ビブナンバー2、鉄拳12番、伝田佳代。さあ、迫ってくる。そして追い越しする選手は一体誰なのか。コース上にはビブナンバー12、伝田佳代、早稲田大学スタート。オンコース LG ライン左だ。さあ、今のところどんじゃないのか。ビブナンバー4、川浦明日香選手、長野市 SC スタート。次スタート予定のビブナンバー5は2円となりますので、次はビブナンバー6がスタートいたします。次スタートする選手はビブナンバー6の図をお伝えいたします。ビブナンバー鉄拳4番、川浦明日香選手、5分タイム56秒70。さあ、新井美代オンコース。鉄拳7番、新井美代。新井美代選手、3秒 FC スタート。さあ、現在第1位がビブナンバー3位、川原長田さん、55秒です。仮タイムをお伝えします。ゼッケン7番、新井美代。川原明日香選手、5分タイム1分54秒。さあ、予選1本目のタイムが5位の選手。ここからは誰が1位になっても、鉄拳10番、石島陽子。あ、はい、石橋美希か。鉄拳10番、石橋美希。ビブナンバー6、長谷川恵美選手、5分タイム1分51秒。鉄拳10番、石橋美希。ここからトップ3の選手がやってきている石橋美希、東海大学。さあ、この前に長谷川恵美選手の素晴らしい滑り、なんとぶっちぎりの合計タイム1分51秒16を抜く抜く。そこに石橋美希が長谷川恵美を置く。鉄拳6番、長谷川恵美。長谷川恵美選手、スタート。さあ、昨年のジャンプスラロームチャンピオン、世界でも開催しているこの長谷川恵美が一体どんなねタイムで来るのか。新井美代選手、5分タイム長谷川恵美54秒62。さあ、優勝候補筆頭長谷川恵美がやってきている。1本目のタイムは ビブナンバー2、安藤麻選手、東洋大学スタート。鉄拳2番、安藤麻。さあ、彼女も優勝候補筆頭のレーサーでございます。初戦のスラロームチャンピオン、2016年はスラロームチャンピオン、2015年スラロームのチャンピオン。東洋大学所属のビブナンバー2、鉄拳2番、安藤麻。さあ、には優勝候補安藤麻がやっている。1本目のタイムは第2位のタイム56秒01やってきた。さあ、2本目の滑りは今モニターに見素晴らしい滑りを決めている安藤麻。ラスト9タイムに立ちかかってきた。さあ、ピョンチャンオリンピックの
リブナンバー3ゼッケン3番石川春菜、木島病院スタート。キサマザー安藤発見56秒01。このタイムが2分となりました。リブナンバー安藤麻選手ゼッケン3番合計タイム1分石川春菜51秒44。さあ、こちらには1本目第1位の石川春菜が起こす。一体、今日のオリンピックを一方気にするのは誰なのか。さあ、もう一つの力を決めている石川春菜。さあ、木島病院に届く。